それはかつて川田を追い求めてきた高山義弘との因縁対決である。注目のシングルマッチ3戦目、今ゴングが打ち鳴らされました。三冠戦目前の川田俊明、世界タッグ目前の高山義弘、リング中央をシューティングスタイルです。あの97年3月1日高山が初めて全日のマットに上がった、その時のような展開になっております。一発キックを、そして相対します。再び打撃系の技を出していこうという高山です。伝説の96年9月神宮球場一騎打ちから2年10ヶ月、この間に両者にはさまざまな出来事がありました。片や川田俊明、持っていたベルトを全て失いました。そして日本武道館大会、三沢光晴の三冠ベルトに挑戦します。対する高山義弘、1000シリーズスーパーパワーシリーズを前に全日本に正式入団を果たしました。全日本の一員としてこのマットで3度目のシングル対決、エルボー、強烈なエルボーです。さあ高山が右手の拳を握りました。和田恭平レフェリーが抑えます。首、いや頬のあたりか、あるいは頸動脈か。高山がじりじりとその差を詰めていきます。組み合うか、ニーリフト、ニーリフト、ニーリフト、ちょっと小手だ、小手ハイキック、ハイキックを返し、ハイキック、バランス崩した高山、顔面蹴り抑えます。タックル、持ち上げる、持ち上げる、持ち上げました。なんとか防いだ、タックル倒した。さあグランドン展開に持ち込もうという高山、ナックルバーとか、後頭部へ5発6発、さらにスリーパー。後楽園ホールは超満員です。この川田と高山のシングル対決は今日が3度目です。初めの対決は96年9月あの神宮球場、そして97年10月21日日本武道館大会で2度目のシングルマッチ、この時には18分22秒川田が勝利、現在川田の2勝。高山自身は川田を追いかけてこの全日マットに上がったわけですが、しかし今の目標は川田では、あっと川田が通れました、腕ひしぎに入ります。高山の今の目標はもちろんノーフィアーで世界タッグを取ることです。今年6月4日札幌大会、早草新崎人生組を破りアジアタッグチャンピオンになりました。アジアタッグのベルトを全日本に取り返したのが大森高山組、去年の世界最強タッグの大森とのコンビ、これがノーフィアーの始まりでした。ノーフィアーの成立、全日マットの勢力図はこのチームカラー真っ黒に塗り替えられました。さあ川田がリング下です。高山が追っていこうというところを和田恭平レフェリーが制します。高山がようやく立ち上がりました。ちょっと痛めているか。1月21日大阪大会、三沢との三冠戦、川田はベルトを取りました。しかし右尺骨を骨折、ベルトを余儀なく返上しました。5月2日の東京ドーム大会で復活しましたが、まだその右の尺骨の完治はしていないようであります。おっと和田恭平レフェリーが強肩発動、川田がリングに戻れません。川田がリングの周りを、そして大森の姿も見えます。あー、川田追っかけた、川田追っかけた、川田がすぐに戻ります。川田がすぐに戻る。この川田、実は1000シリーズ最終日本武道館大会、元世界タッグのチャンピオンとして
アジアタックの大森高山組、田植えとともに迎え撃ちました。しかしその武道館で川田田植え組が敗れる大波乱。それだけに川田としては何としてもこの高山に借りを返したいところ。さあ、この高山の今のリマネージマッチ、和田恭平レフリーが制します。今度は高等兵、先ほどのお返し仕返し首筋へスリーパー、スリーパー逆に返す。今朝固めの体勢になっています高山義弘。川田が必死にこらえます。なんといっても川田は日本武道館大会ミサードの三冠戦に向けてその出来具合もアピールしなくてはいけません。ある意味格下の高山相手に負けるわけにはいけない今日の試合。早くも5分を経過しています。川田対高山のシングル3度目の対戦。ニーリフト強烈、お腹のあたりにこのニーが突き刺さりました。ゆっくり立ち上がります。そこへもう一発、二発、勢いをつけ三発をかわして返せ、ニーリフト返せ、バックを取った、バックドロップ、高山の巨体が揺れます。さらにギリギリ2発目で倒れた。2発も蹴らした高山顔面へ、うなられるアストリングした転落。ノーフィアーのチームメイト大森が心配そうに見ています。高山は起き上がることができません。和田恭平レフリーのカウントが入ります。ピクリともしません高山義弘。あの顔面蹴りで、あるいはこれ意識を失ってしまったんでしょうか。ああ失神しているようです、失神しているようです。和田恭平レフリーのカウントが進みます。10カウント、ゴング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 、高山リングアウト、川田完勝、高山なすすべなし。ハイキックが高山の意識を奪い、そして川田の心をさらに熱くしました。川田のハイキックが高山の脳に突き刺さりました。サマーアクションシリーズもう一つの注目はこの男たちの存在だった。これだ、これだ、これだ、ノーフィアー、ノーフィアー大森高山組である。最終戦で世界タッグ戦が控えていた2人は前哨戦からチャンピオンのエースガン組と火花を散らした。フィールドパワーだぞ、フィールドパワーという放送戦になっております。今大森がこれを見て、これを見るなぞ、この T シャツを着るなぞ、放送席を挟んだの攻防になっております。もう一回バックスボンバー、バックスボンバー炸裂、さあ浮かばないんだ大森、カーマカットにこない、キリーカット、キリーカット、決勝戦で大森勝利。おい、アナウンサーあんな T シャツ捨てとけよな。もうタイトル取った後も考えてるから、もう問題ないでしょ。あとは別にアジアアタック王者が世界戦に挑戦するんじゃなくて、ベルトを統一するだと俺は思ってた。なんで俺らがチャレンジャーだ、別に関係ないですよ。向こうもかけるもんがあるけど、こっちもかけるもんがあるし。アジアタックチャンピオンとして乗り込んだ世界タック戦、チャンピオンエースガン組を破れば史上初のタックベルト統一となる一戦であった。最初1万6300人、高山義弘が入ってきた。まずエース、そしてパートナーを蹴り倒すエルボーです、重いエルボー、ボールが打つとジャンピングに伸ばしていく、エースに向かって突進、ジャンピングに、そしてあフロントスープレックス、セカンドロープ、何を持ってくる、あ今のは竹内さん、久々に見ましたね、合体パイルドライバーですね。バートマッシャー、後頭部打ったぞ、後頭部打ったぞ、間に合った。エースを警戒しています大森、ダックスボンバードラップキック、よーし炸裂、2位ドロップ、バックスボンの体勢からネックブリーカー、そして1本高中と拳を上げたゲラチンドラップ、右手をアピールしました。さあその時が来た、あっ飛ばした、おー左のドロー、まだバートガンの闘争本能、
120% でした。あそして高山にもアックスボンバー、取った、世界を取った、天下を取った、史上初タッグの三冠独占、そのチーム名はノービア。おい見ろよ今日の試合ほら、おい誰がどう見たら俺らの勝ちだろうな、四天王五行関係ねえ、誰でもいいから来いこの野郎、面白くしてやるよ、ほらうちのリングは。誰でもいいからかかってこい、ベルト6本持って待ってるからな、行くぞノーフィア。初防衛戦の相手は三沢小川組に決まった。そのノーフィアに挑戦する三沢はこのオフ精力的にコンディション維持に努めた。三沢が世界タッグを奪取すれば史上初の6冠王となる。体格的には劣る三沢小川組だが、今回は最大のチャンスと言えよう。でかくなくてもね、小さくてもまあテクニック、まあ、それで上げないで技術があれば上に狙えるとかいう部分をやっぱり見せたいと思ってね、もう俺も小さい、ね、体が小さかったんでね、大きくするの苦労して、だからその小川の頑張り、小川の技術とね、俺が組んだ時のタッグとしてチームとしての技術がどんだけ、まあ、大きい選手が通用するかなっていうのをちょっと試したいっていうんでちょっと組んだんですけどね。ジュニア戦士から三冠チャンピオンに上り詰めた三沢はこの一戦を自らの集大成と位置づけている。そして勢いに乗るノーフィアーの2人にリングの上で体を張って伝えたいことがあるという。それはプロレスというもののね、奥深さを見せたいと思ってるんですよ今小川君でね、そこら辺が出せればいいかなと思ってますしね、だからまあ大森高山に関してはまだまだプロレスってものはそんなね簡単なものじゃないんだよっていうものを見せたいですしね、直線的なね、ちょっとまだ相手を騙しきれないようなスタイルなんでね、ちょっと隙はあるかなとは思ってるんですけどね。今 9.4 5大シングルマッチ決定。カードは超豪華、川田対ベイダー、三沢対高山、小橋対グラジエーター、秋山対大森、田上対長谷。注目は秋山対大森、タッグベルトを統一して波に乗る大森の同期生が実はこの秋山、立場が逆転した今どんな戦いになるというのか。 FMW でトップに上り詰めたザ・グラジエーターは小橋と激突、ノータッチトペ、アッサムボムの破壊力に注目。小橋はどう受けて立つのか。そして最大の注目は川田対ベイダー。1月に右腕骨折のため川田が返上した三冠ベルトをその後の王座決定戦でベイダーが奪取。チャンピオンカーニバルでも川田が欠場していたため今回が初対決。この一戦に三冠チャンピオンの三沢も大きな関心を寄せている、ね、今回この五大シングルで勝った選手はやっぱりね、必然的にはやっぱり三冠挑戦っていうのがやっぱり浮上してくるっていうのは自分たちでも思ってると思いますしね、まあ、川田がの、まあ、調子がね、まあ、前回売れてやって、まあ、調子戻ってると思いますんでね、どれだけまた戻ってるかなっていうのを見てみたいですし、まあ、ベイダーの凄さもねまた感じてね見たいですしね。ベイダーと川田俊明、ベイダーが押し込みます。あっとナックルパートからベイダーハンマー、川田フラフラ、腰から崩れ落ちました。川田俊明です。川田をニュートラルコーナー飛ばしてベイダーアタック、膝から今度は崩れ落ちました川田俊明。ベイダーがゆっくりと近づいて川田の頭を捉えて起こします。さあ担ぎ上げた
軽々と担ぎ上げました。105キロの川田俊明、そして腰から落としました。腰を強打した川田俊明です。さあ今度はブレンバスターの体勢、担ぎ上げるか、ニーリフト、左膝ニーリフト、あーっと、しかしナックル、顔面ハイキック、倒れません、ベイラーは倒れません。さあカーラータウェタッチ、ベイラーハンマー、あーっと、タウェがやられます。さあショートレンジのラリアット、さあ今度はベイラーハンマー、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 連発だ。タウェがフラフラです。さあ距離を取りましたベイラー、田植えは立ち上がることができるか、起こされます、ベイラーに起こされます。そしてもう一度、今度はエルボー、左腕捉えたベイラー、ニュートラルコーナー反対側に振って、そしてあっとこれはかわした、バックを捉えるか、そして DDT。 さあ田植えからカーダにタッチ、自らロープに飛んでハイキック、もう一度ハイキック、さらにハイキックがラリアットかわしてハイキック。さあカバーした、カバーした、カバーした、カウント2つ。さあ今度はブレンバスターの体勢だ、川田俊明、持ち上げることができるか、ニーリフトからスピンキックがかわされた、バックを捉えられるか、あーっとラリアット、カバーに入ってカウントが入る、カウント2つ。さあベイラーからモスマンにタッチ、ニーリフト、そしてノーザンライトスープレックスホールド、カウント2つ。さあこれはハイキックでかわした、そしてラリアットはかわされた、バックを取られた、ジャーマンか、ジャーマンか、あーっと腰にキック、そしてベイラーにも、ベイラーの左膝を捉えました。さあバックドロップとノードは落とし、合体技を見せました。カーダとタウェ、カバーに入ったベイラーのカット、間に合った、そのベイラーにはタウェが行きます、ハンマー振り落とした。さあ試合の権利はカーダとマウナウケ、モスマン、ストンピングからもうかかと落とし、そして自らロープに振って、あっとこれはパワーボム、返した、返した、カバーした、カウント、カウント2つ。そして円錐切り、前から崩れ落ちました、カバーに入ったぞ、カウントが入る、カウントはカウントビッグ。勝負タイムは9分28秒、片エビ固めで川田俊明がマウナケアモスマンから3カウントを奪いました。川田田植がベイラーモスマン組から勝利を収めております。泉田が、泉田が背中にはブーと書かれています。これは赤木ブーさんの真似でしょうか。明日から休みなんだから海水浴に行って体を焼きなさい。8月11日、全日本プロレス初の新人テストが行われた。集まったのは書類審査で厳選された23名の精鋭たち。果たして面接、体力テストをパスして未来の三沢光晴になる者は出てくるのか。面接官は社長の三沢をはじめ、秋山、田植え、小橋の超強力布陣。どの選手も試合の時とは一味違った真剣な表情。よろしくお願いします。受験者たちはそれぞれの熱い思いをアピールした。から来ました木村慎吾です、よろしくお願いします。退社したの、はい、退社して、まあ、それやってるわけ、はい、レスラー目指すために上京してきました。壁紙の会社を退社しまして、そこからお金を貯めまして、11月に上京してきました。武藤和之と申します。競技歴はパワーリフティングと柔道と空手をやっておりました。
1回の強さですが、背筋力だけは自信があります。よろしくお願いします。そして体力テスト、腹筋に腕立て伏せ。しかし単なる体力だけでなく一生懸命さもチェックされている。いよいよ合格者発表。じゃあ名前、番号と名前を呼びます。まずは19歳の中村英介君、そして23番武藤。はい。最年長31歳の武藤和幸さんら6名の精鋭が合格。この中から21世紀の三冠チャンピオンが誕生するかもしれない。去年はキャミソール、今年の夏はパレオ。ああいうのを見るとお前本当に嬉しそうな顔するな。それはそうと、明日から休みなんだから海水浴に行って体を焼きなさい。ファンの皆さん、来シリーズは淵の日に焼けた体にどうぞご期待ください。ありがとうございました。ベイラーがずっと外人のトップでいられるかっていう、それも見てみたいっていうのもありますし、ね、いろんな意味でね、これから占うような回し合いだとは思うんですね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。